日本東京都葛飾区、西水元西水元は東京都葛飾区北部の町名。現行行政地名は西水元1丁目から6丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は1 2ロ0 0 3 1葛飾区の北部、水元地域の西部に位置する住宅市街地が広がる町である。町域は北と西岡線によって囲まれるが、 対岸への連絡橋は一つしか存在しない。地区東辺は東京都道307号王子金町江戸川線で、各市町域内は直線上の道路が格子状に整備された計画的な街並みが見られる。隣接する地域は北が大場川を挟んで対岸に埼玉県八尾市大瀬、古神殿北東の一部で水元公園、東水元六丁目及び、 埼玉県三里市とヶ崎、東が水元1.2、5丁目、南が一部で南水元2丁目、西が中川を挟んで、足立区大谷田、佐野、む木。1889年の町村制施行時点では、南葛飾群水元村、大ざ猿がまた及び大技飯塚のそれぞれ一部であった。1932年に水元村は、東京市に編入され、水元村、 大あざざるがまた、大あざ飯塚はそれぞれ水元ざる町、水元飯塚町となる。1981年には住居表示が実施され水、元ざる町、水元飯塚町の一部が、西水元一から六丁目となって、現在に至っている。旧来の水元村に由来、2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。西水元地内には鉄道は通過していない。鉄道利用の場合は、以下の路線バスを利用し、金町駅、または亀有駅が利用圏内となる。町域北部からは自転車利用で、八潮駅まで片道10分から20分程度で行くことができる。ありがとうございます。